エ b ベックスの松浦正人会長、59、が21日までに自身の YouTube チャンネルを更新。歌手、浜崎あゆみ、45、と破局した際の驚きのエピソードを明かす場面があった。写真、お互い見つめ合う、あゆと松浦氏とのツーショットモデルで実業家、八上沙羅から、マサはあゆさんのことをずっと愛していたの。途切れたりとか、 喧嘩したりとかは繰り返すわけじゃんと質問されると、松浦会長は最初の2年ぐらいしか付き合ってないよ、と言い、でも仕事はあるわけだからさ。もう会わない、とかは無理なわけじゃんと答える。俺は振られたと思ってたのよ、やべって思ってたことがバレて、終わったな、って。他にも色々とあって、日本にいるのが辛いからハワイに引っ越して。俺はそこでもう、関係は、 終わっっったたたとと思思ていい当時の思いを語ったしかし、M を作った時に作家の人とあゆと話したんだけど、あゆは俺がハワイに行ったから捨てられたって思ってたのよと驚きの事実が判明。俺はダメになったと思ってハワイに行ったんだけどさ。何だろう、このズレ張ってそれを20年以上経ってから気づくんだよと振り返っていた。